さあ、2019年一発目の、ね、私取材ということでですね、皆さんに、ですね、読谷村のね、宇佐自治会のですね、発願というのをね、皆さんにお届けしようと思っております。しかし、なんとですね、ただいまの時刻、午後2時なんですが、なんと1時からスタートしていたということが発覚しまして、区長僕に2時からって言ったじゃないですかね、というわけで置いてけぼりを食らった私ですが、そんな中ですね、この発願のですね、コースとなっております残波岬のですね、大気周辺にですね、このコースというか、コースというかね、この右岸場所という形であるということですのでね、ちょっと待機しております。この後ね、合流して、どういったものが行われているかっていうのをね、皆さんにご紹介していけたらなと思います。それでは一旦飛びます。さあ、私ただいまですね、この大気像のですね、見えますかね、大気像映ってますかね、見えない見えない大気像のね、前にですね、ちょっと待っているわけでございますが、なかなか、あ、来た来た来た来ました来ました、皆さん来ましたよ、ね、はい、よろしくお願いします。さあ、場所はですね、大気像の裏になりますね、裏の細道というかですね、ところを歩いているわけですが、ちょうどね、岩がね、結構出っ張ったりしてる、ね、地面なので、ちょっと歩くのはね、大変だったりします。ちょうど大気像の後ろの祠ですね。手前がいいんじゃないの、こっち側と、はい、お、こっち側とこっち側とサリ、の神がなしサリ、天と地の神がなしサリ、昼夜、1月4日の初晩の日なとび、宇佐の役目移するて、田瀬の役目移するて、初晩の先が長尾で、ゆっくりいるらさしゅうたみそうち、この1年間、あざの境がふう、会社の境がふう、にぎやさびだ、みまんてゅうたみそうり、サリウトと。先ほどのですね、入りの神の屋のね、ところがちょっと場所移動しまして、別でね、撮っておりますが、まあ、新年明けましておめでとうございます。ますますはい、今回、宇佐の初右岸ということでね、13箇所ですか、回られたのは。はい、そうですね、13箇所ですね。はい、まあ、最初に一番目にスルメル分地ですね。まあ、そこは一番宇佐部落のですね、中心にあって、一番支持高いところで、そこを拝みして、それから、あと12箇所を拝むと、そういうふうに毎年やってますね。まあ、拝む、まあまあ、はい、祈るという、お祈りですね、やってるということで、これが1月の4日ですか。1月の4日が初右岸で、はい、12月24日がですね、普通中右岸、やります、毎年ね。普通中というと、徳、右岸を徳と、お願い事をもう徳ということで、普通中右岸、右岸普通中と言いますけどね、まあ、1年間ありがとうございましたということで、12月24日に右岸仏地をして、そしてまた年を明けて1月4日に、この1年のですね、いろんなお願いをすると、あざの繁栄とかですね、発展するように、見守って歌見そうです、見守ってくださいということで拝みを今やってます。なるほど、はい、これを毎年やってる。そうですね、これ毎年ですね、はい、はい、で、まあ、今回はそれのね、様子というのをね、皆さんにお届けしたわけですが、区長、虹って言ってましたよ、ね、ごめんなさい、虹が一時になってしまいました、申し訳ございません、はい、ね、本当に残波の継承の地のね、あがり幸原の神の屋というのがあって、そこちょっと岩壁下に降りていって、そこで、祠があって、右岸するんだけど、そこを見てほしかったんですけど、僕の勘違いで、一時になってしまいました、申し訳ございません。また、はい、今年の12月24日にふとち右岸を右岸仏地しますんで、その時はじめちゃん、取材よろしくお願いしますはい、じゃあね、はいはい、12月の末にね、また、お伺いするという形で、皆さんご勘弁いただきたいと思いますね、はい、はい、本日
長ありがとうございました。いやどうもありがとうございます。1年間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。